チャオチャオ編集部の畑です。チャオ編集部のあすっちです。はい、チャオチャンネルへようこそ、はい、このチャンネルはチャオに関するいろんな情報を発信していくチャンネルだよ。はい、はい、あすっち先輩、今日は何を紹介しますか？はい、今日はですね、今発売中のチャオの11月刊のコミックスを紹介したいと思います。イエーイ。こちらの3冊が、はい、11月刊になります。まずはこちらです。ショコラの魔法の、パーフェクトコレクションになっています。こちらは、ショコラの魔法通常の単行本の中で、水穂先生が選んだ7作を、はい、載せている傑作選になります。一番最初に載っているピュアハートチョコレートというお話があるんですけれども、そちらを少し紹介できればと思います。男勝りのいちかちゃんという女の子がおりまして、はい、この子なんですけれども、この子が実は好きな男の子、しゅんくんという男の子がいるんですね。はい、この子、バレンタインの時期にチョコを渡そうと頑張るんですけれども、そんな時にしゅんくんが急に人柄が変わったようになりまして、それはなぜかというところが気になるお話ですね。なるほど。一体バレンタイン当日この二人がどうなるかっていうのがとってもとっても気になるお話になっています。じゃあ、続いて2冊目紹介します。はい、こちら、本当に怖い恋愛恐ろしすぎる恋の罠というですね、はい、こちらは、チャオホラーベストセレクションというもので、チャオのホラーってすごく有名、怖いって有名なんですけれども、そのホラーシリーズの中から今まで雑誌だったりコミックスだったり載ってアンケートが良かったり読者の方に人気だった、珠玉のお話をだけを集めた、その恋愛ネタのお話だけを集めたホラーアンソロジーとなっております。はい、私がこの中でもですね、特におすすめしたいのは、はい、12歳を今書いている舞田奈緒先生が書いた誘拐標識というお話です。ね、茶おっこの家の周りとかにももしかしたらあるかもしれないけど、こういう標識がありますね。ありますよね。で、この標識実は呪いの標識という噂があって、どういう呪いかというと、この標識の前でその連れ去ってほしい人の名前を10回呼ぶと、その人はこの標識のなんかおじさんみたいな人に連れ去らわれて、この世からいなくなってしまうというのがね、主人公の住んでる町に都市伝説であって、でそれで主人公はお兄ちゃんとあんまり仲が良くないので、お兄ちゃんを連れ去ってほしいと言うんですよ。だがしかしというですねそしてラストなんですけれども、はい、こちらです。ある日犬の国から手紙が来ての第8巻になります。私がおすすめしたい作品はこちらです。ブチャ丸、私が笑顔になれたわけですね。人見知りの女の子のお家にある日突然こちらもデンって来てるんですけど、ブチャイク犬がやってきて、それですごくニコニコと女の子に接してくれるんですね。はい、でこの子にとってとっても大事なお友達になるんですけれども、ある日突然、はい、ブチャイク犬がこの世からいなくなってっていうので、すごくすごく心が揺さぶられるお話になっています。以上の3冊が今発売中のチャオの11月刊のコミックスになっています。はい、はい、全部これ3冊とも読み切りしか入ってないので、はい、初めて読んだ子も、はい、読みやすい3冊になっています。はい、チャオチャンネルは次回も更新予定なので、ぜひぜひ見てください。はい、それでは次回のチャオチャンネルを見ちゃおー。チャオ公式 YouTube チャンネルチャオチャンネルは、チャオがますます楽しくなる映像を続々公開していくよ。ぜひチャンネル登録してね。